こんにちは、ルンです。最強のメロンソーダが作りたい。僕地元が茨城なんですけど、毎年茨城でロックインジャパンフェスティバルっていう音楽のでっかいフェスがあるんですけど、そこで毎年茨城の名産品とかが屋台でポン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 っていう感じでたくさん出てるんですけど、その中にもう特産品のメロンを使って丸々メロンソーダにしちゃったみたいな、こういうメロンソーダがあるんですけど、まあ、僕メロンソーダがもう大好きで、このメロンソーダも本当にめちゃくちゃ美味しいんですよ。めちゃくちゃ美味しいんですけど、今回それを超えていけるようなメロンソーダを作っていこうと思います。実家のおばあちゃんとお母さんからたくさんの大量な美味しいメロンが届いたので、その子たちを使ってやっていこうと思います。召喚ポン。あ、こういう完熟しためっちゃ美味しい茨城のメロンなんですけど、この子を使ってやっていこうと思います。で、メロンソーダを作るんですけど、確かそのロックインジャパンフェスティバルのメロンソーダは中が普通の多分ソーダだった気がするんですよ。メロンソーダにちょっとこだわっていきたいので、僕は今回こちらのファンタのメロンソーダをメロンの中にメロンを追い打ちしていこうと思います。そしてやっぱりアイスが乗ってるんですよ。アイスにもこだわりたいと。そういうことで、普通のアイスを乗せてもまあ美味しくなっちゃう、美味しくなっちゃうんですけど、追求をしていきたいので、僕はこちらハーゲンダッツのバニラアイスちゃんを使っていこうと思います。どう頑張っても美味しくなっちゃう。まずくしろっていう方が無理だもん。ラー油入れないと無理。ラー油入れないと無理です。それでは最強のメロンソーダを作っていこうと思います。レッツゴー。とりあえずどうしようかな。まず頭を切っていきます。こんな感じに切れたら中の果肉たちを出していきます。やばい、普通にめっちゃ美味しい。中を出します。地道な作業です。最強のメロンソーダへの道は遠いのだ。言っても意外とすんなりいくんだよな。高速快速ドリルギリ。多分中も多少果肉残しといた方が美味しいんで、じゃあとりあえずこんな感じでやりました。なんか意外とすんなり、完熟してるやつだったらすんなりいきました。で、この採取した果肉たちを使うんですけど、一回種を取り除きます。はい、こんな感じです。なんか一瞬でやってきた感じを出しちゃったんですけど、結構この作業が一番大変かもしれないです。なんか普通に、まあ、メロンだけ取って種取ってってやるんですけど、種と果汁が残っちゃうんで、種取るのが多分めっちゃストレス溜まっちゃうかもしれないんですけど、もうなんだかんだ種と果汁だけになったら、なんかもう網みたいなの使ってもうこしちゃって、そっちの方が楽かもしれないです。で、このメルンじゃないよ、メロンだよ。このメロンたちを食べやすいサイズにカットしていきます。まあ言うてこのぐらいのサイズ、カットしました。そしたら盛り付けをしていこうと思うんですけど、まあメロンソーダと、ハーゲンダッツはギリギリまで冷やしておきます。冷えてる方が美味しいじゃないですか。これも冷蔵庫でギリギリまで冷やしてあるんですけど、キンキンに冷えてあがるぜよしたいということで、この中に氷をぶち込んでいきます。でも家にあるありとあらゆる氷をぶち込みまくったらこんな感じになるんですけど、ここにもうメロンをぶち込んじゃいます。ちょっと余ったやつはなんか楽しみましょう。いや、もう美味しい、もう美味しい。メロンソーダを入れていきます。オン。溢れる。あ、これやばい、これやばいわ。これ完成です。食べていこうと思います。飲んでいこうだ。では早速飲んでいこうと思います。いざ Go to heaven。 これ売りたい。これ売りたい。これやばいっすね。これやばいよ。これやば to heaven だよ。え、アイスもちょっといっていこうと思います。メロンと一緒にいただきます。これやばいかも。やばいしか言えないか、何も伝わらないけど、やばいんですよこれ。 IQ3 になっちゃう。サボテンだ。今日一日やばいしか言えない病気になっちゃう。皆さんもぜひこれ作ってみてください。死にます。